どうも、体験大好きなられとアシスタントのひな祭りです。今回はライズの GQ が発売されると予想して、ライズの GQ で私がぜひとも復活してほしいと思っている大型モンスターのランキングトップ10を紹介したいと思います。発売前にこんな風にどんなモンスターが復活するのか予想したり期待したりするのもモンハンの一つの楽しみ方ではないでしょうか。今回の動画で紹介するモンスターを過去作で久しぶりに買いに行くっていうのも面白いと思います。ランキングトップ10といっても、これまでに登場したモンスターの数ってめちゃくちゃ多いんじゃないの？そうなんですよね。ちょっと歴史を簡単に振り返ってみると、モンスターハンター初代が発売したのは2004年で、 GQ も含めるとライズまでに約20作品ほどのタイトルが発売されてますし、さらにオンラインゲームのフロンティアも合わせるとモンスターの数もえげつないぐらい登場してるんですよね。ということで、今回はその中からモンスターを厳選した上でランキング付けしたいと思います。どんな風に厳選するの？まず作品は直近で発売されたダブルクロスとアイスボーンの2つに絞ります。これはマイナーすぎるモンスターや復活が非現実的すぎるモンスターは除外したいからです。また固粒子は除きます。この理由は、固粒子は魅力的なモンスターが多すぎるので、今回の企画が好評であればまた別途紹介したいと思います。また足モンスターや二つ名等の特殊な個体も除きます。というのも、そもそも特殊な個体っていうのは原種に人気があるモンスターが多いので、結果に偏りが出てしまいそうだからです。そうなるとかなりモンスター絞れそうだね。はい、数えてみたところ対象モンスターは全部で49体でした。ランキング対象のモンスターは全て概要欄および固定コメント欄に記載しているので、よかったら皆さんも同じ条件で GQ で登場してほしいランキングトップ10をコメントで教えてください。それでは本題です。まずは第10位、大名ザザミです。タテガニと呼ばれる巨大な爪が特徴の甲殻種です。初登場はモンハンセカンドです。わかりやすく言うと、めちゃめちゃでかいカニです。でかっ。これ何メートルくらいあるんだろう？最大金管サイズだと13メートル前後だと聞いたことがあります。なので京都にある金閣寺と同じくらいなんですよね。しかもこの図体のデカさで飛び上がってハンターを押し潰そうとしてくるので、実際問題回復薬とかでなんとかなるレベルじゃないと思うんですよね。ちなみに二つな個体の捕獲砕きは17メーターぐらいあるので、さらにでかいです。甲殻種の大型モンスターはワールドでも一切未登場なので、ライズの綺麗なグラフィックで戦ってみたいんですよね。それでは第9位、レイゲーナです。ワールドで登場したので比較的にまだ新しいモンスターです。強風の中でも優雅に飛行する姿から風氷竜とも呼ばれ、霊気を操ることもできます。リオレウスと同じ飛竜種だよね。どんな特徴があるの？確かに同じ飛竜種ですが、大きく異なるのは翼膜と言われる翼の膜が異常に発達した飛竜になります。なので翼を大きく広げると見た目以上に大きく見えますし、見た目がとても綺麗なんですよね。鳴き声も一度聞くと忘れられないぐらい特徴的なんですよね。モンハンストーリーズ2でも共闘パートナーとして登場することから、カプコンさんにとってもお気に入りのモンスターなのかもしれません。それでは第8位、ホロロホルルです。野鳥と呼ばれる小粒子でクロスで初登場したモンスターです。クロウみたいだね。そうですね、数いるモンスターの中でもかなり奇抜なデザインですよね。サイズも1メートルもないので大型モンスターなのか疑わしいぐらいです。どうやらドスランポスよりも小さいそうです。また攻撃も奇抜で、翼のなぎ払い攻撃等を受けるとハンターが混乱状態に陥ってしまうんですよね。そうするとなんとコントローラーの操作の前後左右が逆になってしまうんですよね。一般的に状態異常ってゲームのハンターに異常をきたすんですけど、混乱状態に関してはプレイヤー自身を状態異常にしてくるんですよね。なのでこのデザインと攻撃システムが斬新だったので、個人的にはダブルクロスでは1、2を争うぐらい衝撃的でした。しかもどうやらホロロホルルは混乱状態になったハンターを優先的に狙っているようなので、油断したら即キャンプ起こりですね。ライズで登場したらマルチプレイとかで特に盛り上がるんじゃないかなと思います。次は第7位です。パオウルムーです。首を大きく気球のように膨らませて浮空することから浮空竜と呼ばれている飛竜種です。ワールドで初登場ですね。え、かわいいね。そうなんですよね、外見はコウモリのようで小動物っぽくてかわいいですよね。プケプケなんかと若干形が似てますよね。モンスターの見た目もかわいいんですけど、パオウルムーの素材で作ったハンターの防具の見た目もかわいいので、ライズで登場したら写真映えすると思うので人気が出るんじゃないかなというふうに思っています。
ただ普段の表情は可愛いんですけど、怒った時の顔はビビるぐらい怖いので、見ていて飽きないモンスターですね。それでは第6位いきましょう。ガムートです。巨獣と呼ばれるガジュウシでクロスで初登場です。これはでかいね。超大型モンスターに匹敵するレベルですよね。私も初めて見た時でかすぎてビビりました。モチーフもマンモスだそうです。サイズも20メーターくらいあるそうなので、アフリカゾウの3倍ぐらい大きいことになります。こんな巨体で突進されたら厄介なのは容易に想像できると思うんですけど、氷属性のブレスまで放ったりしてくるので、初見で苦労された方も多いんではないでしょうか。寒冷地に生息するので、もしライズ G で登場したら寒冷群島で戦うことになるんじゃないかなと思います。それでは折り返しの5位はアカムトルムです。ハリウと呼ばれる飛竜種です。モンハンセカンドで初登場した同作のラスボスです。もうここら辺の順位まで来ると人気モンスターばかりです。全長は約30メートルで規格外の大きさを誇っており、アサルモスとかグラビモスなんかを捕食するようなので、火山の生態系でも最上位に君臨するモンスターだと思います。なんか古竜みたいだね。そうなんですよね。私も古竜かと勘違いしてたぐらいなので、このランキングには当初入れてなかったんですよね。ただし、対となる法竜ウカルンバスも含めて、古竜級生物として扱われるので、最悪度は古竜級と考えて大丈夫です。系譜自体は謎に包まれているんですが、リオレウスなどが属する飛竜種の資源ではないかと言われており、規格外のモンスターであることは間違いないので、ライズでもし復活するようなことがあれば、めちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなと思います。次は第4位、ミノバルドです。残竜とも呼ばれる獣竜種で、尻尾が刀のように鋭いんですよね。クロスで初登場です。尻尾が体型みたいだね。そうなんですよね。モチーフも西洋の騎士のような体型を持つハンターに似たモンスターだったようで、見た目がとにかくかっこいいんですよね。戦闘に関してはこの尻尾を中心にした攻撃をしてくるんですが、地面に尻尾を摩擦させて熱を貯めると尻尾全体が赤熱化して、さらに攻撃が強力になるんですよね。灼熱の刃とも呼ばれます。他のモンスターと比較しても異質な攻撃モーションばかりなので、買っていてシンプルに楽しいんですよね。それではついにベスト3です。第3位はブラキリオスです。サイリュウと呼ばれる獣竜種で、初登場はモンハンサード G です。竜なのに翼がないね。そこが他の竜と比較すると異なるところで、翼っていうよりは腕として発達していて、サイリュウっていう呼び名の通り殴ってくるモンスターなので、竜モンスとしてはかなり珍しいタイプです。また厄介なのは、ブラキの唾液には粘液を活性化させる成分があって、それを自身の腕に塗りたぐると地面を殴った瞬間に爆発が起こるようになってるんですよね。アイスボーンでも通常種はもちろん、上位個体のタケリバゼルブラキリオス、通称臨海ブラキと戦えるんですが、こいつがもうめちゃくちゃ強かったですね。最終エリアまで到達するといきなり地面を殴りまくって大爆発を発生させて、フィールドがめちゃくちゃになって逃げ道も塞がり、罠も無効になって戻り玉も使えなくなったので、初見の時は驚いた方も多かったのではないでしょうか。それでは第2位の紹介です。ライゼックスです。ライリューと呼ばれる飛竜種で、初登場はクロスです。ヒノバルド、ガムート、タマミスネと並んだクロスの4大メインモンスターの一角を担っています。いかにも攻撃タイプって感じの金と黒の広角と二股の尻尾と頭にある巨大な刃が特徴です。ライリューっていうぐらいだから雷の攻撃をしてくるの？そうなんですよね。雷光ブレスなどの電撃を放ってきます。また V を振動させることにより、ライゼクス自身が帯電状態になり、さらに強力になるんですよね。見た目も派手でモーションも個性的なものばかりなので、人気のモンスターなんですよね。ちなみにライゼクスの名前の由来はライプラスインゼクトから来ているようで、昆虫がモチーフなんですよね。なので他の飛竜と比べても見た目がどこか昆虫っぽいですよね。それではいよいよ第1位です。ビビル城です。凶暴竜と呼ばれる獣竜種で、初登場はモンハンサードです。もう見た目からして凶暴って感じがする。そうなんですよね。作中トップクラスで凶暴で、あらゆるモンスターを捕食するっていう設定で、とにかくこいつがフィールドにいるとすぐに乱入してくるんですよね。モンハンワールドの設定資料集でも、その危険性は古竜種と並び立つとされているので、モンスター同士の並ばい争いでも屈指の強さを誇っていて、ビビル城がいるだけで生態系が崩壊する危険があるとされています。
また環境適応能力が非常に高いので、どんな環境でも生息できるそうです。もうこいつがいると必要に追いかけ回してくるので、フィールドがシームレスになったモンハンワールドの世界からだと逃げるのも一苦労といったモンスターでした。ビビル城はサードで登場以降、モンハンワールドまで常に登場している超人気モンスターなので、ライズ G でも登場するのではないかという期待の声も多いです。なんだったらワールドの時と同じようにライズの GQ またとして無料アップデートで追加されるかもしれません。はい、以上がライズ GQ で復活してほしいモンスター10選でした。これらのモンスターは二つ名や特殊個体がいるものばかりで人気モンスターたちです。ただ他にも紹介したいモンスターがたくさんいて、例えばモンハンサード 4G の看板モンスターのラギアクルス、ゴアマガラ、セルレギオスや、ネタ枠で話題になりがちがヤンクックやウラガンキン、そしてモンハン女子からは不評になりがちな昆虫系のモンスターなど、言い出したらキリがないので今回はここで終わります。好評だったら古流編もやりたいと思います。概要欄や固定コメント欄に今回のランキングの対象モンスターを記載しているので、よかったら皆さんの好きなモンスターをコメントで教えてください。それでは今回は終わります。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。